こんにちは、 YouTube テレコリアへようこそ。小馬こと小林です。皆さんはお仏壇、浄土真宗ではお内仏というふうに言いますけれども、このお線香を燃やす香炉の灰はお掃除にはなられているでしょうか。この香炉の灰というのはなるべくきれいにしておくこともお勧めしているんですね。きれいにしておかないとお線香の火がですね、その燃えかすやゴミにまとわりついて焦げたり匂いが出ることもありますし、それより何よりやっぱりきれいにした方が気持ちいいですからね。香炉のお掃除ということを私は時々申しております。この香炉の掃除の仕方についてまた別の動画を作ってありますので、よかったらそちらの方もご視聴いただければと思います。で、このなぜ線香を燃やすのかということなんですけれどもね、これはある火葬場の方がこんなお話をされていたそうであります。ご家族を亡くして悲しんで悲しみに暮れている時に、この火葬場の方がですね、ご遺族にこういうふうに声をかけるそうであります。悲しくて仕方のないのなら一生懸命供養してやりな、毎日毎日線香を燃やしてやりな、その線香の残った灰がずっしりと重くなった時にまた何か気持ちが変わるかもしれないよ、灰の重さがそのまま大事な人を思う気持ちになるから一生懸命線香を焚いて供養してやりな、こういうお話をされたそうでありますね。これはとってもいい言葉だなと思うんです。当然ですね、お線香というのは毎日燃やしていくと灰がどんどん溜まっていきます。で、灰がどんどん溜まっていくとこのうずたかくなっていく、これをですねそのままにしておくと良くないので、灰をこう掃除するんですね。で、この灰を掃除するとですね、灰が少し固まった部分や燃えかすというものがこのふるいにかけていくとね、どんどん取れてきれいになっていくんです。そしてきれいになった灰で、きれいになった灰にまた新しい線香を乗っけて、また手を合わせて、きれいになった灰の上にまた線香を乗せて、また手を合わせていく。そして毎日お線香を焚いていますと、この香炉の灰というのはどんどん減っていきます。お線香を焚いて掃除をするとですね、固まった部分やカスになった部分が残ってきますから、それをこう捨てていく。そうするとだんだん古い部分っていうのはなくなっていくんですね。ですから昨日の灰と今日の灰というのは必ずしも同じではないです。ちょっと空気に飛んでいってしまう部分もありますしね。ですからこれと同じように悲しみの重さと灰の重さというのは同じですし、灰はどんどん新しくなっていく。これと同じように我々の悲しみ苦しみというのも昨日も今日も明日もずっと同じように思いますけれども、同じ悲しみや苦しみというのは存在していません。同じように感じても少し違う悲しみや苦しみになっているのかもしれません。私どもは灰一つ、お線香一つとっても大事なことを学べるのではないでしょうかね。今回はお線香そして香炉についてお話をさせていただきました。